たことある人。パソコンが壊れてる。パソコンが壊れてる。残念。利益ゼロです。一回見てくれる？何をやってるか。大事なことがあってね、一つはね、これからね、いろんなイベントをやるときに、みんなに参加してほしいんですよ。で、その時にね、例えば、一心太郎君とかで、本名でやってしまうとなかなかいろいろ問題がある。そこでね、今公式サイトで、バトルネームをね、みんなに登録してもらってます。バトルネーム、あだ名です。自分の好きなあだ名、なんでもいいですよ。ね、12文字以内で、自分の好きなあだ名を登録しておいてほしいね。そうすると、例えば大会に参加するときも、イベントに参加するときも、その名前で皆さんは参加することになります。はい、公式サイト、ブレインバトル、あるいはブレインバトル2012って Yahoo とか Google とかでね、検索をすると出てきます。必ず見ておいてほしい。今、サイトでね、こんなことやってます。拡張バッグって知ってる？ちっちゃい追加のカードね。あれね、今第1弾出てるけど、第2弾、第3弾ってこれから出てきます。今ね、第3弾の顔。顔？顔。キャラクターの顔。今ね、第1弾は、ね、7でしょ？第2弾はもう私決めてます。でね、第3弾の時に誰にするかはまだ決めてないの。それをみんなの投票で決めようと今サイトでやってます。ね、0点がなかったら0点で入れてください。その登録投票もやってくれるとまたご褒美があります、ね、そこをちょっとねサイトを一回必ず見てほしいな。いろんな情報はまず最初サイトからね、伝えますから、それだけちょっと覚えておいてください、ね、今日帰ったら一回見てほしいなという、これがもう一つのお願いです。はい、大会の公式ルールで、一応もうみんなルールの方はあれかな、ちゃんと見て遊んでくれてるのかな、普段で中にはまだね、ルールもちょっとよくわからないなって人もいると思うから、イベントを始める前にちょっとね、みんなと100点手のお兄さんお兄さんとでちょっとね、まず練習のバトル、練習だからね、練習のバトルをしてもらいます。はい、この対戦シート、これが目の前にあるか確認をしてください。そうしたら、カードをまずここにね、並べよう。ただし、並べ方にみんな注意をしてね、一番上のカードから相手に出していくから、よく順番を考えて、カードを算数、国語、理科、社会のところにまず5枚ずつ並べてください。5枚ずつね。はい、じゃあすでに並べられた人は自分
の机の上にこの白い紙が2枚あるかどうかちゃんと確認をしてください。一つが回答用紙、ここにみんなが解いた問題の答えとあるいは式と考え方があれば、ここにメモをします。それともう一つがこの得点表です。ここに、みんながもし問題を解いて正解するとカードの裏側にこういうふうに、点数が書いてあるよね、この点数の分だけ自分のポイントになるから、そのポイントを、書く、これ表になります。順番に打ち合いましょう。自分の出た目は覚えてて、そしたら大きい方の目が出た人、はい、手を挙げて。自分が大きい方が大きい方の最後の目が出た人、同じだったらもう一回やって。同じだったらもう一回。はい、そしたら今手を挙げてくれた人がプレイヤー A になります。で、それ以外の人はプレイヤー B になります。そしたらまず順番にプレイヤー A からサイコロを振ります。プレイヤーじゃあ A になった人サイコロを振ってください。そしたら、そのサイコロの出た目がみんなここ見てね。ここにどの科目で勝負するか書いてあるから、じゃあ今出た科目で勝負します。で、勝負するときの注意点、ここよく聞いてください。みんな、例えばね、もし今算数の目が出た人は算数で勝負するんだけど、その時に、一斉の背でちゃんと、相手に見えるように問題をね、出してください。問題出しちゃっていい？はい、問題を、出してください。サポートカードはまだ出さないでね、みんなね。サポートカードはまだ出さないでね。で、問題を出し終わったらサポートカードも、これもいい、相手が出すのを待ってからじゃダメだよ。それズブだからね。一斉の背で出します。そうしたら、あとは、自分のサポートカードの効果、それから相手のサポートカードの効果、どんな効果が書いてるのかちょっと見てみてください。そうしたら、はい、いいですかみんな。算数以外の人は全部、ここにスコップウォッチ、みんなの机の上にあると思うんだけれども、1分以内に解かなくてはいけません。はい、なので、時間をみんな1分にお兄さんたちに設定してもらったら、よーい、どんでいきます。ただし算数の人は、時間がちょっと決まってるので、その時間に、設定して解いてもらいます。じゃあまだ練習だからね、みんなね、練習だけど1問だけ解いてみよう、今のやつと。いいかな、分かる。よーい、どんで一斉にじゃあ解こうね。はい、1、2、の3、はい、開始。はい、1、2、解いた人はちゃんと回答欄のところに答えを、はい、記入しましょう。はい、じゃあ終了。
で、終了したら、じゃあ自分が書いた答えとが合ってるかどうか、このカードを裏返して。よっしゃ、はい、カードを裏返してみよう。はい、じゃあ、正解した人は自分が何点得点したかをこの得点表のところに記入しちゃってください。その時にサポートカードでさらにプラス得点がされる場合もあるから、もしわからない人は、スタッフのお兄さんお姉さんに言っちゃいましょう。こっちは、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 こっち相手の中で、よし、じゃあ大丈夫だね。いよいよじゃあ次。